紹介をしたいと思います。松本です。よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。こんにちは、はい、お疲れ様でございます。はい、お願いします。ご予約のお名前お伺いいたします。はい、森です。はい、森様ですね。ありがとうございます。それいります。ではお名前、ご住所、ご連絡先のご記入、差し支えなければ空いている欄ご記入の上、最後フルネームでサインお願いいたします。はいはい、はい、ありがとうございます。ではこちらお預かりいたします。森様、本日1名様のご宿泊のご予約ありがとうございます。お部屋でございますが、4階の401号室のお部屋ご準備いたしました。またですね、フロン今こちらお立ちいただいておりますフロントが2階でございます。ここ2階、はい、2階なのね。こちらが2階でございます。お風呂はですね、1つ上に上がりました3階でございます。3階、はい、はい。ご入浴のお時間は深夜1時まで、翌朝は5時から9時までとなります。お気をつけくださいませ。またですね、本日夕食の会場でございますが、裏面に記載しております一番下1階まで降りていただきましたお食事処春蘭亭にてご準備をさせていただきます。行けばわかるかしらこれ、はい、エレベーター前から係のものをご案内させていただきます。はい、ご安心くださいませ。行って何か持っていくものとかってありますか、はい、鍵とか。あ、お部屋の鍵、あとお名前を伝えいただければ会場の方ご案内させていただきます。はい、わかりました。ご安心くださいませ。また夕食のお時間でございますが、はい、6時、6時半、7時とスタート時間お決めいただけますが、はい、お時間何時頃ご都合よろしいでしょうか。そしたら真ん中だって6時半で。かしこまりました。はい、6時半でご準備させていただきます。またですね、当館ご飯もの釜飯になっておりまして、炊き上げるまで約40分お時間いただいております。食事召し上がる際にすぐ炊き上がってた方がよろしいでしょうか、それとも席についてから火を入れてゆっくり召し上がるか、どちらかお選びいただけますが、いかがいたしますか。もうすぐ食べたいんで炊き上がってる状態でお願いします。はい、じゃあ6時半にすぐ召し上がれるようご準備させていただきます。ありがとうございます。はい、とですね、翌朝のご朝食の会場も1階でございまして、エレベーター降りますとすぐ反対側、翌朝の朝食会場になっております。朝は7時からとなっておりまして、最終入場8時45分でございます。営業時間内でどうぞお召し上がりくださいませ。はい、これはバイキングになってるのかしら。はい、今はですね、あの和食の会席でにて、あの和食でにてご準備しておりますので、あの受付のものにですね、お部屋番号、お名前伝えていただければ、あとご準備させていただきます。はい、わかりました。はい、と最後でございます。お部屋の鍵なんですが、はい、当館オートロックになっておりませんので、はい、鍵を閉める際、はい、内側ドアノブについております、ボタンを押していただいて、扉を閉めていただくと鍵かかるようになっております。はい、お渡しした鍵で閉めることで できませんので、そちらの点お気をつけくださいませ。外から鍵でかけて、あの開けるというか、かけ、閉めることができないってことでございます。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、もし何かございましたらフロント3番内線つながっております。何なりとどうぞお待ちくださいませ。わ、はい、かりました。はい、それではどうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。はい、お世話になります。お願いいたします。エレベーターはあちらです。はい、エレベーターは売店に来ていただきますと左手にございますので、こちらからお進みくださいませ。ごゆっくりお過ごしくださいませ。安定に遊びに来て